ぶっちゃけ聞きます本当のところ。本日のゲストは今野ブルマさんです。お願いします。で、先ほどまでビレッジヴァンガードの下北沢店さんで一緒に買い物をしてきて、はい、こちらの動画ではですね、一問一答形式で本にまつわることだったり、ブルマさんのプライベートにまつわることを中心にブルマさんを丸裸にしていこうじゃないかという。エッチ。いやご自身を形作った一冊何かありますか？どうしようかな。増田美里さんのどうしても嫌いな人。これは飲食店で働く女性の物語なんですけど、そこに嫌いな人が一人いて、その人にいつも心を揺さぶられてて、最終的にどういう決断をするか、決断に至った時の心理描写みたいなのを、なんか増田美里さん特有のこう線の少ないあの漫画で描かれてるのがすごい良くて大好きです。ブルマさんといえば自己啓発もかなりの数読まれてらっしゃる、はい、と思うんですが、なんかそこから影響を受けてこれずっとやってるよみたいな、なんか行動の部分でやってらっしゃることとかあります？自分心屋仁之助さんの本がもともとすごい好きなんですけど、人に何かしてあげて思ったようなリアクションがない時めちゃくちゃムカつくから、それをやってあげる前にこれやってありがとうって言われなかったらムカつくなってって思ったらやってやらないっていうのがあって、それはもう生きる上でめっちゃ意識してます。オフの日は太鼓式マッサージに行ってます。エッチなのじゃないですよ、本当普通の難しい悩み事ですか？ファンの人がいないことです。話すぎる。そんなことないじゃないですか。そんなことはないです。いや固定で1固定で1、祈祷みたいな頭したおじさんが毎回ライブの最前列でいるだけで増えていかないです。渾身の出来だなと記憶している謎かけ何かありますか？裁判とかけましてチンコと解きます、うん、どちらも判決想像して傍聴するでしょうとか、どうでしょう？おおって言ったら終わりですね。逆になんかこのお題難しかったらみたいな。意外なんですけど、はい、チンコに近いものって解きづらいんです。めちゃくちゃボートレース場の営業とか行くんですけど、はい、その歯のないおじさん方がわーっとね来てくださって、もう本当にありがたい、あの層に生かされてるんで私は。でもやっぱりその人たちはじゃあお題くださいって言うとナスとか大根とかウインナーとか俺のチンコとか出てくるんですけど、これはねチンコかチンコ近いと難しいんですよ。そうです。だから裁判とか、うん、ちょっと硬い硬いって言ってあれですね、はいはい、硬い言葉硬いですね。こう一番感謝してる芸人の方いらっしゃってしますか？感謝？え？あの違う感謝鶴光師匠が今一緒にラジオをやらせていただいてて、食手鶴光師匠クロちゃんにも感謝してます。実はクロちゃんって結構啓発するのが得意で、人を結構悩んで寝れない時があるみたいな話をしたら、あのね僕はそういう時はね頭の中で本をパタッと閉じるイメージをするんだよ、それで眠るんだ。なんかそのスヌーピーの金言集に書いてあるじゃないですか、なんかスヌーピーが言った言葉みたいな。あのシリーズにいてもねクロちゃんブルマさんがライバル視してる芸人さん誰かいますか？本当に一番ライバル視してるっていうと誰なんだろうな。本出される芸人さんも多いじゃないですか、はい、それはまた別ですか？その本出してるからジャンルかぶりじゃないですけど、でも読んでめっちゃ面白かったらへこんじゃいそうだから読まないとかあります。受け止めたら壊れちゃいそうって思うんでこの人が本屋さん回ってるの見たい、はいはい、ナイツの土屋さん。なんで土屋さんなんですか？いや昨日一緒で、はいはい、いやなんか近くで見るとめちゃくちゃかっこいいなと思って今日その本選んでる時に下ネタ全然言わなかったとかたまにやっちゃうんですけど普段私何やってもチンコの話しか聞かれないんで、なんかそのパーソナルな部分をなんかノックノックされると嬉しくて、あの私って実はこういうやつなんですみたいな感じが嬉しくてね、息を言わず喋っちゃうんですけど、逆になんかそのチンコって言っていい現場とダメな現場があって、これが
がどちらか分かんないまま私も今やってますけど、この番組で、ね、やってますけども言っちゃってますけど、なんかチンコはいいけどチンポはやめてくださいとかもあるんですよ。でも私こだわりがあってチンコでいつも解いてます。チンコしか解かない。なぜならチンポはなんかこう大人な感じがしてえぐいから絶対言ったことないって。じゃあ絶対チンポって言わないでください、分かるよ、チンポって言ったことないんでって絶対言わないでくださいねっつって、なんか本番脅迫概念関連でチンポと解きますって言っちゃって、そしたらなんか終わった後になんか結構スーツ着た大人の人たちに囲まれて、なんでチンポって言ったんですかみたいなことでめちゃくちゃ切られてとかっていうことがありました。いや何の論争ですか。古川さんは3年以内に実現したいこと何かありますか。まあもう一回本出したいなって思いますね。どっち系ですか、小説とかエッセイとかありますけど。どっちも出したいですね。どっちも出したんですよね実は。うんうんうん、ビレッジヴァンガードの下北沢店にはなかったんですけど、カノーちゃんの本3冊もあったな、すごいな。そうっすね。まあでも本めちゃくちゃ売れてないですよ。だってその担当の人もびっくりしましたもん、こんなに売れないんですかみたいな、逆に聞かれるみたいな、なんでなんですかみたいな言われて、知らないですよそう売れないっていう報告を3回ぐらい受けました。まだ売れてないんだよねみたいな。やっぱりでも宇宙にお願いしてないんじゃないですか。してない、そういえば。いやこれだけは自分の力でって思ってたんですけど、そうだそうだ、宇宙にお願いしないからか。そうだそうだ。じゃあすみません、最後の質問させてください。はい、ブルマさんにとって本とはどういう存在ですか。私にとって本とは、うまいこと言いたいな。私にとって本とは、めくるたび一皮むけるものです。いやいや、何が何がいやいやなんですか。いや大丈夫ですか。あれ、そういう一皮ですよね。え、自分自身がめくるたび一皮むけるっていう話、何だと思ったんですか。いや、ごめんなさい、何でもないです。ちょっと前かがみにならないでください。ちょっと大丈夫ですかこの人。はい、というわけで今回は今度ブルマさんにご登場いただき、一問一答形式でいろいろご質問させていただきました。ブルマさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。